シミュレーターじゃないよ。驚かせてしまったならごめんよ。君、今日はなんだか忙しいんだろ？だから呼び止めるのは気が引けてね。こうして得意な場所を選んでみたのさ。ここならまあ、時間には多少の融通が効くからね。じゃーん！お待ちかねの私が登場だ。ということで、分かってくれたかな？何を隠そう、ここは君の夢の中なのさ。そうとも、みんなの妹、レディ・アバロンお姉さんさ。ふふふふふふ、二人きりだよ、マスター。覚悟はいいかい？ああ、きょとんとした顔なんかして、食わせ者だな、君は。とはいえ、まあ、私も人のことは言えないか。入ってみてわかったけど、私にとってはなかなかに興味深いよ、君のここは。なんて言ったらいいのかな。ちょっと待って、言葉を選ぶから。そう、そうそう、そうそうそう、あれだよね。自我と意識に到達するまで結構大変だったよ。とっても大切にされているんだね。サーヴァントとして契約した英霊たちとごく自然につながるだけならまだしも、意図的に入り込もうとする悪い子あたりにはきっと大変だよ、この分だと。おや、自覚はないのか。これは失礼。ただの綺麗なお姉さんの独り言さ。忘れてくれると嬉しいな。忘れてしまえ。あれ？いや、いやいや。何を忘れたかわからないほどの忘れぶりかもよ。冗談冗談。君の記憶をいじったりなんて絶対しないよ。と、口ではどうとでも言えるね。実際のところはね、そこまであれでもないんだ。これが気に入った子の前ではやっぱり可愛くて綺麗なお姉さんのままでいたいし、特別な人来ればどうしたって特別な贈り物をしたくなるものさ。というわけで、はい、どうぞ。ふっふっふ。なんでキラキラしてるんだろうね。ああ、いや、本当だよ。本当に僕はよくわからないんだってば。君が喜んでくれるといいなーって思いを込めながら作ってみたら、なんかこうすごくキラキラしてるんだよね。君が悪いかな。もしそうなら捨ててしまっていいからね。君はそう言ってくれるんだろうと思っていたよ。ありがとう、マイロード。君の夢と君の目指す明日の先、それからアバロンの塔にかけて、君の歩く道のすべてが輝く青空といっぱいの花で溢れますように。この花束はまずはその第一歩ということで、美味しく召し上がってくれると嬉しいな。